どうも皆さんこんにちは。今日は2023年1月の27日の金曜日でございますね。週末でございます。天気はですね、非常に良くなくて、曇りからですね、雪混じりの雨というような形になっております。多分ですね、積もりはしないだろうと思うんですけどもね、ちょっとまた雨が、雪がですね、どうでしょう、9時半頃からだいたい名古屋の辺りをね、昼過ぎまで待っている、そんな感じでございますね。昼過ぎ以降もちょっと舞うかもしれませんがね。これはですね、黄色の伊勢志摩ライナー、昨日も同じ時間に通過をしていきました。しかし昨日はちょっと撮るタイミングがなかったので、ちょっとね、撮り逃しをしておりますけれども、今日はね、きっちり撮っておきました。そして続いてクラブツーリズムの専用電車の鍵色日が来ましたね。これビールサーバー付きということなので、これをですね、貸し切ってですね、中でビールを飲みながら、旅行するというのも非常にいい、そんな感じじゃないでしょうかね。生ビールのサーバーがあるということなので、ちょっとぜひとも乗ってみたいなとは思っておりますけれども、乗れるんでしょうかね。さあ、こちらはですね、名古屋車両区でございます。キロ85の1のペアがですね、ちょっと運用から外れておりますね。代わりに、キハ80303、それからキロ85の5が運用に入っております。こちらもですね、いろいろ止まっておりますね。なんとかですね、見ることができるようにカメラをね、ちょっと駆使しながらですね、カメラワークをちょっとね、やりながら、なんとか番号の確認をしてあります。大阪北編成はですね、1両増結でございますね。増結車両は201番、それと後の編成もきっちり、目視で確認をしてあります。向こう側にはですね、飛騨7号がありますけれども、キハ75系で結構ね、ブラインドをされております。そんな感じでございますね。これは飛騨2号名古屋行きということでございます。飛騨号のちょっとこの運用についてですね、ちょっとどうなんでしょうかね。この雪の影響で変わってるのかもしれません。ちょっと私まだですね、きっちりチェックをしておりませんので、ちょっとどうかわかりませんけれども、今日は飛騨2号、飛騨4号を取ってありますので、そのあたりがですね、うまく分かればいいのかなと思っております。飛騨2号については D4 編成でございます。はい、消える前にね、ちょっと撮ることができました。さあ、続きまして飛騨5号でございますね。今日飛騨号については1号3号、それから飛騨9号、飛騨11号、飛騨19号というね、それがそれぞれ増結となっております。その中でも、飛騨9号はキハ85201、それから飛騨11号は昨日の19号でございますが、キハ85205番が増結となっておりますね。はい、唯一の飛騨古川までで行くね、列車でございます。あ、行き先が飛騨古川ということですね。飛騨古川まで行くのは富山編成がありますので、行き先を持つ飛騨、古川でございます。さあ、こちらは特に組み替えがされておりませんので、そのままの編成で来ております。融雪剤の塩化カルシウムが、ちょっと巻かれておりますね。さあ、南紀2号でございますね。さあ、この南紀号でございますが、ちょっと運用が変更になっておりまして、昨日の南紀のこの1号の編成ではございませんね。8号の13と1209というのはちょっと違う編成でございますので、昨日の南紀1号については8号の9と8号の1111だったはずですので、それが来てないということは編成のですね、入れ替えがあったという形でございます。予想ですが、この編成は昨日の2号3号じゃないでしょうかね。それが今日の南紀2号と4号が入れ替えて、それでうまくサイクル通りになったと、そんな感じじゃないでしょうかね。そういうふうに思っております。飛騨号の前面がちょっとうっすらと白くなっておりますね。雪が降っているということがこれで証明されておりますね。こちらは飛騨4号でございます。飛騨4号でございます。飛騨2号はグリーン車結構ガラガラだったんですが、飛騨4号は結構グリーン車もね、そこそこ乗ってると、そんな感じでございますよね。やはり運用の時間帯ですね、それの違いのせいでしょうね。はい、こちらは D2 編成ですね。先ほどのものが入れ替わっておれば、飛騨2号が D2、飛騨4号が D4 となっていた、そんな感じをしております。さあ、この銀河の EF510 の510ですね、カシオペア牽引機、これがちょっとね、停車しております。しばらくちょっと動かないですね。ちょっと私が撮影している間にどこか行ったんでしょうか、ちょっと忘れておりまして、その後撮影しておりませんけれども、とにかく止まっていたということは事実であります。続いて飛騨7号ですね。飛騨7号の富山行きということでございます。今日はたまたまこの時間に撮ることができたので、ちょっとね、飛騨7号も撮影をしております。
特に平名号については増結されておりませんのでね、なんでしょうかね、増結者とかはちょっとございません。さあこの辺りは1号車2号車は変わっておりませんね。3号車がね、ちょっと変わっておりますね。岩山先行車から84の7番に変わっておりますね。あの84の7もね、もともと車両区にちょっとね、一回入ったそんな感じのものですね。これも変わっておりません。1102か110、110はね、またそれが1101から変えられたと、ちょっと複雑なんですね。こちらがあのターンテーブル付近にいたものですね。こちらが、違いますね、こちら違いますね、失礼しました。こちら今までね運用があった305とキロ85の4ですね。はい、続きまして飛騨11号ですね。飛騨11号の方にキロ85の5とキロ84、303が入っていた、そんな感じでございます。まあネタバレになりますけどね、そんな感じでございますね。飛騨11号については1両増結でございます。昨日の飛騨19号の増結のキロ85の205番がついております。さあこれもですね、雪の高山から一回名古屋に来て車両区に入らずにですね、またこれ高山富山の方に行くというですね、ちょっと過酷なスケジュールになっておりますね。そして最終的には飛騨18号でしたかね、それで帰ってくる、そんな感じでございます。今日は平日にもかかわらずやはりですね、飛騨85系を撮影しに来ている方が他にもいらっしゃいましたね。特にこの飛騨11号の時間帯は結構おりました。そんな感じがしております。これが増結車両キハ85の205番ですね。さあこちらに量産変更車キロハ84の1番が使われております。この辺りはまたですね、リバイバルのこの飛騨のね、ありがとうキハ85系飛騨ですね。ちょっと正式名称がちょっとうろ覚えでございますが、やっぱり雪が積もっておりますね。結構ね、こうやって積もっております。なんかこの私のこの個人的な感覚ですけれども、この飛騨号のヘッドマークとこのキハ85系で、雪がついてるとなんかイメージ通りちょっと合うなというのはありますね。なんかそのようなイメージがしております。非常にいいイメージだと思いますね。白川号のね、雪をかぶった白川号なんか非常にね、外国人も人気ですし、ね、日本人にとっても多分見たことない景色ですので、ね、なかなかいいなと思っております。私も過去に行きましたが非常に良かったなと思っております。さあこちらが増結車両で、こちらが1119はトップナンバーのはずだったので、ね、キロ85の1、キロ85の4と301だったはずですけども、こちらがターンテーブル付近にいた303とキロ85の5に変わっておりますね。そっくりそのまま入れ替えというような感じでございます。ちょっとカメラがちょっと非常に揺れてしまう、だいぶ古いカメラですからね、ちょっと致し方ないところではございます。増結部分ですね、南紀号がもうすぐ入っていきます。はい、南紀4号名古屋、これが昨日の南紀1号の編成になっておりますね。この辺りできっちり変わっているというのがね、入れ替わっている、要するに2号の編成と4号の編成が変わっているというのが分かりました。動画はこれで終了でございます。最後はですね、飛騨11号のスタートシーンですので、これで、ナレーションは終わらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。